はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。ここまでとりあえず戻ってきました。入って速攻戦闘かよ。死ぬどれめんどくさい。まあ行きましょうかね。まあ死の奴隷に苦戦することはないと思います。まあさっきもね、さっきもとかまあ普通に出てきてる敵なんでね、まあ普通に苦戦する敵といえばここででしたら悪魔の鏡やシャドウですね。もうまあでもこいつらの攻撃力は侮れないっていう感じですね。まあ今後の方針、まあ今後の方針というかですね、普通に主人公に、まあこの塔の攻略としてはね、主人公に回復させてミレイユに呪文で攻撃してもらうっていう形ですかね。シャドウなんて出てきた時にはそう、そういう感じ。こんな時逃げれるのになわざわざ気づかせんでもいいやんみたいなねまあでもとりあえずシャドウはパパッと殺しましょうかね。冷たい息は危ないんで。よし、まあ魔法がね使えてあっという間に殺せるんだったら全然楽なんですけどね。ここで死んじゃったんですよね前回。うわ、なんでこんな凶悪な奴らばっかり出てくんの。もうちょっと考えてくださいよ。死なへんし、ひらりとかわされてるし。やばいやばい、かまいたちなんてくんなよ。いやこれがめんどくせえな。いや冷たい息や、やめてー。よし、まあ、シャドウはもうミレイユに任しましょう。25とかないって。嘘やん、全員ミス。もうちょっと主人公頑張ってくれよ。ルカニかよ、そんなバカな。まさかのルカニにちょっとびっくり。そっか、主人公ルカニ覚えてんもんな。くそー、主人公になりきった時に弱いっつってごめん。お前にはルカニがあってんや。まあでも攻撃するやつおらんけどな。もうあっぶね、経験値おいしい。1回の戦闘でここまで体力削られるとちょっとね困りもんですよね。もうここか。よし、ここの下には何があんねやろな。悪魔の鏡ー、全員メイクランだし。特技ないんや。この目がくらむって一旦なんですね今思ったら。なんかもう全然そんな特技覚えたとしてもやらないんで、ま、全く忘れてましたけど。いって、ちょっと待てって待てって。しかもハッサンピンポイントかよ。ないわ、嘘やん。そんないじめやめてくださいよ。うーわ、おいみ、多分全回復近い回復をした気がする。キャー、嘘やん。なんでここに来てラリホーやられなあかんねん。もう攻撃源がマヌーサとかマジないって、マジないって。よし来た、やっとや。一回の戦闘相当かかるって。あ違う、あかん、下探しに行くんやった、忘れた。何があんねや、あ宝箱や、やった。戦闘後方怖っ。
ちょっと、悪魔の鏡を眠っ、嘘、待ってごめん、うわぁ、危ねぇ。いや、バギア、痛いなぁ。いや、めっちゃ食らう。ちょっと回復しときましょうかね。いやー、待てよ。オッケー、ナイス。ハッサンがくらまんかったらなんとかなる。ものの見事にか。うわー、めくらんでもた。いや、なんでやねん。うわ、もうちょっと待って。いやー、もう泣きそう。しかもまたバキかよ。よし。いやー、言霊使いが呼ぶとは思ってなかったな。いや、早く抜けたいな、ここは。素早さの種を手に入れましたね。あー、そっか、薬草も使ってんのか。まあとりあえず素早さの種と夢見のしずくは。またかよー。もう言霊使い嫌いやー。いや、一匹だけかね、タン。しかも一匹眠ってるやつだけ攻撃って、どんだけピンポイントよ。痛いよ、バギー。まあ、こんなもんか。 HP はぼちぼち。あー、でもあんまり。ハッサンだけ回復しておきましょうかね、とりあえず。やっぱりエンカウント率多いな、6は。よいしょ。死んで、うわー、おー、ギリギリでしたね、今。まあ、やっぱりこれはもういっか。とりあえず回復しよう。1食らってくれたら終わりや。 OK、 来た。よいしょ。どこや。あー、ここか。あー、やった、やっとここまで来た。あと1回上に上がれば仕掛けの、あれ違う、仕掛けのところに来るかな。あ、仕掛けのところに行きますね。バギー、バギー地味に痛いですよね。バギーの下り何回言うねんって話ですよね。よし、行こう。まだそんなに歩いてないで俺。いやー、かまいたちが怖いな。早速言ったらしてきたし。怖い。うわ、あ、死んだ。うわ、マジかよ。主人公死んでもうた。いや、これはまずいな。どうしようかな。まあ変えることはしないですけどね。もうこれ帰ってやってるとまた同じ結果になっちゃう。あ、ミスった。しかし村正は死んでいるですよね。いや、分かってるけど。いや、うん、今の狙って使ったわけじゃないから許してよ。じゃあこれちょっとマジやばいな。15か、やばい、これはやばいぞ。うわ、この状態で逃げれへんのは辛いな、やっぱり。しかもどっちも目くらむしさ。
すごい集中してしまう。よし、体がしびれて動けないのは嬉しいけど、は？せっかくハッサン止めたと思ったらまたハッサン勘弁してくださいよ。でもなんかハッサンの絵荒いですよね。いやもうでもそんなこと言ってたらこっちがやばいぞ。やばい、ミレイダメージでかい。18とかでかいって。よし来た。いやもう、いやもう、いやもうこれで多分ね、作戦ちょっと並び替えしましょうか。ちょ、缶オケ邪魔。とりあえずここはですね、階段がないんで、ここ調べます。あれ調べるんじゃなかったかな。ここが、あれあれどうだったっけな。いやめっちゃミスった。くそ、マジかよ。ここに来てのうわ、マジでかよ。甘いたちは痛いな。回復用にも取っておきたいな。いやーちょっと待ってくれ。よし来た。あぶねー、よかった。あれここってよし、そうここ調べると出てくるんですよね。とりあえず入って、入ったらやっと交差ここまで来た感じです。もうやだ怖い。あやっぱ回復するの忘れた。もうやばいやだよー。ここまで来てもう一回やり直しってもうめっちゃ困んねんけど、まあどうせなら全滅で戻った方がいいですよね。そんなこと言ったらこの回で全滅しそう。俺また全滅で戻んの？まあそれは俺が悪いんだけど。このハッサンもなんか回復覚えてくれたらいいのに。よし、MP がなくなって、もう、この、エンカウント率の高さに泣けてくるわ。ハッサンの会心？今？今かよ！もっと違うところで出してよ。ヘルホーネットなんかに会心いらんわ。この回で終わらせたかってんけどな、無理そうな気がしてきた。今回の戦闘が長いから時間がすごく長い。申し訳ないです。いやもうごめんなさい。もう一回や。またや。この回で終わらへん。多分全滅して戻る。でもな、シャドウが何もしてこうへんかったら嬉しいな。まあですよね。いやもう終わらんて俺もう鏡の塔何回分けてんやろな。パートもうすでに3回ぐらい分けてそう。眠ってもうたし。まあでも皆さんまた付き合ってくださいね
もう一回上がる頃には全滅しかけてんのじゃん俺。ホイミとかいっちゃん困んねんけど。はい、というわけでですね、今回もこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。